こんにちは、ポンハです。最近ね、パンデミックは落ち着いてきたというものの、いろんな世界情勢とか見てると本当に明日、明後日何が起こるか分かんないなと思ってます。私の職場でもやっぱりリタイア後 2、3年後に大病したりとか亡くなった人っていうのが結構最近いて、そういうのを聞くとね、もちろん働かなきゃいけないというのはあるんですけども、でもこれでいいのかなとかっていろいろ思うようになったんですね。やっぱりやりたいこととかそういうことがある場合は、やりたいと思ってるうちにというか、熱の冷めないうちに、勢いがあるうち、パッションがまだあるうち、そしてまず元気なうちにできるだけやっておきたいなと思うようになりました。理想としてはどうしたいのかなと自分なりに考えてみたんですけど、基本的に今までのようにはがっつりと仕事をしないっていうことですね。そして日本帰国をできるだけして母親とも過ごす時間を増やしたいなというのがあります。旅行もたくさんしたいなと。日本国内旅行もね、そんなに行ったことがないんですね、実は。あとトルコとかは本当に好きで、トルコヨーロッパ旅行、この辺は結構時間をかけてしたいなとずっと前から思ってます。こんな将来にしたかったらどうしていったらよいかっていう方面で考えることにしています。多少ね、難しそうでも半ばちょっと無理やり実現させるためにどうしたらいいかっていう、そんな感じですね。基本的にリタイアした後の収入源っていうのは、アメリカではソーシャルセキュリティベネフィットといって、日本の厚生年金とか国民年金のようなものにあたる年金があります。そして個人的には職場を通して出る年金で、あとは確定拠出年金ですか、 401k ですね、こちらで言う。で、 401k っていうのは本当にいいんですよね。っていうのは、一定額まではだいたい雇用者がマッチングしてくれるっていう場合が多くて、全部が全部じゃないと思うんですが、本人が入れている額と同額を投資してくれるっていうものが、例えば収入の 3% を給料から天引きされるとすると、雇用者の方も同額、上限までの同額を負担して入れてくれるっていう、そんな感じです。なのでね、こうなると、これはもし あくまでも私の考え方なんですが、少しぐらいマーケットが下がっててもその分クッションがあるというか、多少リスクは取れるなという感じですね。どれぐらいこれから何をしなきゃいけないかというので、シミュレーションみたいのをしてみたんですけども、で、結論は出てません。可能か不可能かっていうと、なんとか可能かもしれないという感じですね。やり方によるって言った方がいいのかな。そしてなるべく貯金とかその投資貯めてきた分を目減りさせないような努力をしていかないと、そんなにね、資産があるっていうわけじゃ全然ないので、それが大前提っていう感じですね。ということは、リタイアって言ってももう少し自由にできることをいろいろしながら少し収入も得ていくっていう、そういうスタイルです。で、今やってる仕事と同じ分野で、自分のペースでやることは以前にもやったことがあるので、その程度はある程度はできるのかなとは思ってるんですが、やりたいかどうかは別なんですけれども、そうは言っても大前提として、ある程度1、2年ぐらいかなは働けなくなったとしても余裕があるっていうことが必要かなと思います。その点、おそらくアメリカでは比較的やりやすいと思います。何らかの理由でそういった自営みたいな感じのことが難しくなったとしても、パートタイムのような仕事は簡単に見つかると思うんですね。あんまりというか本当に年齢が関係ないというか、そんな感じで、もっともそれが自分のしたいことであるかとか、一緒に働く人たちとうまくやっていけるかなとか、そんなところは未知なところがあるんですが、入れ替わりの多いアメリカでは常に同じ状態で続くっていうのは極めて稀で、稀か短期な気がしますね。なので周りが変わるかもしれないし、もし仮にそうでなければ自分が変えていけばいいなっていうふうに思います。
実際私の職場でも前の職場を一旦60何歳かで退職されて、で2年ぐらい休んで、その後に再就職してきたっていう、そういう人がいました。じゃあ収入以外では何がネックになっているかなということですが、まず一番は健康保険の問題ですね。そして2番目が、まあ娘がまだちょっと不安定というか、将来どうしていくのかなって少し心配だっていうことです。そして3番目にアメリカと日本で過ごす時間配分とか、アメリカでは65歳になるとメディケアという、まあ公的な健康保険が利用できるんですね。もっともそれでも全てはカバーされないんで、多少なんかサプリメンタルっていう感じで保険に入る必要があるようなんですけれども、まあ額は、掛け金の額はぐっと下がるんで、そういうこともあって65歳まで退職を待つっていう人がかなり多いと思います。でそれまでに辞めてしまうと自己負担というか、保険料を自分で払ってプライベートのところで、保険に入るっていうことになるんで相当高いんですね。でいわゆるオバマケアって言って、オバマ大統領時代に導入された健康保険制度があるんですけれども、それで以前よりは多少改善されたと思われます。以前だったら既往症とかある場合カバーされないとか、あと 1,2 年とか、まあある一定期間、経ってからカバーされるとか、それとも掛け金がすごくバカ高いとか、あとはまあブランクっていうかギャップ期間があったりすると、いろんな面で制限が出てくるとか、本当に不利なことがいっぱいあったみたいなんですね。そういう制度だったんで、一時休職とか変更とかもままならなかったんですけれども、それがまあこの制度になってからは、差別は病院の方も、病院というか保険会社も差別はできなくなったようです。で保険会社もペナルティを課されるそうで、ただペナルティを払った方が安いから従わないってこともあるっていうのを聞いたことがあって、実情はねよくわからないんですけれども、そんなことも聞いたことはあります。具体的に掛け金がいくらかっていうことは、まあ、収入とか保険会社、それから負担額とかいろんな要素によって変わってくるんで、まあ一概には言えないんですけども、まあ基本的には以前より個人で入るにもハードルは低くなってるっていう感じです。それでもまあ周りの人の話とかをいろいろ合わせると、そうするとまあ月5、6万はかかりそうな感じかなと思ってますね。それでもしそこに収入があれば、雇用者を通して保険がなければ個人でやっぱり入るってことになるんで、収入があればあるほどこれも上がってくるわけなんですよね。まあ2番目には娘がまだねちょっと落ち着いてないという感じですね。それが少し気になっているのと、やっぱりできれば近くというかアメリカならアメリカにいたいなというのはあるんですね。そして3つ目には、まあ経済的にはなんとかなるとしても、まあ仮にですね、別の問題もあって、それはやっぱりアメリカ国外に出ることで発生する問題というか、永住権の場合基本的に1年以上国外に出ていると入国時に問題発生の可能性があるんですね。まあ、もちろん事前に手続きをしていけばいいとは、そういう定めにはなってるんですが、ただ逆に言えばこれより短くてもアメリカに永住の意思がないとみなされる場合は当然拒否される、入国を拒否されるっていうこともあるようなので、まあその辺ですね。まあ、アメリカは多重国籍を許可していますけども、日本ではそれが許可されてないっていうことなんで、アメリカの市民権を取った場合、逆に日本に長期滞在するとなると、その辺がねなかなか、面倒な感じですね。アメリカの所得は日本よりも高いって言われてるんで、じゃあリタイアも割としやすいのかなと思うかもしれないんですけども、全然そんなことはないよという話です。健康保険とかそういうハードルが高いですね。
65歳を過ぎればなんとかなるなというそこは見えてるんですが、今から65までこの間が随分きついなって、まあそうですよね、皆さんそれでリタイアとかしないんでしょうけど、そこをどうするかっていうので今考えている最中だという、そういう話でした。それではご視聴いただいてありがとうございました。じゃあね、また。